本当に生きててよかったなって思いますね。ごきげんよう、山口あゆきです。早速ビール飲んじゃってからにいただきます。乾杯。最高。お祭りのビールを叫ばいいですね。で、見るの、今日は千代田神社で、本当は明日がライブなんですけど、今日はちょっと私が個人的に遊びに来ました。今からお祭りをちょっと楽しみたいと思います。自然いっぱいでめっちゃいい感じです。今日は浴衣で来ました。じゃんじゃーん、選手あやき会、かっこいい。ありがとうございます。オッケーオッケー。お祭りはいいですね。お祭りは最高です。ありがとうございます。お邪魔しました。ありがとう。じゃん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 。これがセミの抜け殻ですか、みんな。ここからふーって登って、ここの黄色いのを使って気に入ったんでしょう。で、あそこで泣いてると思います。自衛隊さんおるで、ほら。パーチの第一師団。めっちゃいいですね。ありがとうございます。最高。これと、はい、これは入れます。はい、美味しそう。うわ、ありがとうございます。じゃん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 。めっちゃ帽子かっこいい。これあのじゃーん、2杯目ハイボール。おいしい。うまっ、めっちゃ美味しい。最高。美味しすぎる。これうなぎ、うん、うなぎやんね。ありがとうございます。わー、うん、ここがあやきのテーブルにします。ちょっとすいません、下からのアングルで申し訳ないんですけど、じゃーん、食べます。いただきます。絶対美味しいやん。美味しい。うなぎの骨も入ってる。なんかドーナツもう売ってたから食べます。うん、おいしいな。なんかサーターアンダーギーみたい。うん、まっ、もちもちやん。うん、違う。中にもち入ってる。もち入ってる。あ、そう。ほら、見てみ。もち入ってたら、そら美味しいよ。やっぱり河内長野は自然豊かでいいですね。すぐ田んぼ。田んぼ。それがいいです。じゃあ明日頑張ります。ここでなんかあれやん。乾杯できるやん。わあ。河内長野っぽい。うん、消す消す。すぐ消すから。
存在はすぐ消す。で、今日は自分で着付けました。じゃーん。まあ今からお風呂入ってきますけど、今日は暑かった。これはね、ファンの方に、応援してくれている方にもらいました。つけてるよ、見てるかな。はい、じゃあ今からちょっと温泉入ってきます。もう汗だくやから、晩ご飯が楽しみ。温泉上がりました。なんて気持ちよかったんだろう。なんかウグイスの声が聞こえてました。ホケキョって言いながら露天風呂に入っていました。気持ちよすぎた。はあ、ということで明日は本番なんで、明日までちょっとゆっくりしながら、まあ、イメトレしながらですね、今日は過ごしたいなと思うんですけど。もう温泉って言ったらこれ決まってんね。じゃあすんませんけど、すんません、本当はちょっと顔がむくむのであんまり飲まんとこうと思ったんですけど、温泉って言ったらこれ無理、我慢できません。あー、暑い。いやー、冷えてますわ、冷えてます。ちょっと汗拭いて。じゃあ皆さん、いつもお疲れ様です。グッバーイ。うますぎる。幸せかよ。ということでね、あと今からご飯食べに行くから、あと3分しかないから、こんな優雅に過ごさへんから、ちょっとだけ休憩してからご飯行きたいと思います。セミの鳴いてる声聞こえますか皆さん。あと日暮らしの声も聞こえてました。ヒリリ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 って。暑くて気持ちいいわ。よう汗かいてるわ、痩せるわ。じゃあご飯食べに行ってきます。そんなことも。で、すごい。お酒もいっぱい。あ、河内ワイン売ってる。見て。河内ワイン売ってます。河内ワイン。河内ワイン売ってたっけ。今からご飯食べに行きます。なんかもう速攻さ、見て、美味しそうなの来てる。うまいな、せいろ。暑いから髪の毛くくります。いただきます。じゃーん。ここへ来てもいいです。旅館で飲むビールは格別ですよね。美味しい、ごくりごくりということで、小指ね、私立てるタイプなんですけど、今日は曲がってます。ありがとうございます。刺身をドヤ顔で見せてますが、一番見せたいのは花です。花も食べる時代になったんですね。春雨、マギの大好きな、多分タイということで、タイをパグリンジョしたいと思います。いい、光ってますね、醤油と。パクッと食べましたけれど、んこのタイはなかなか熟成させてますね。いい感じ。ということで、ビールを片手、今見ました。小指がピョンで立ちました。はい、本来立つのに隠れ小指ですね。はい、サーモンも食べて、なんかサラダみたいなのもついてたんで、一緒に食べて、マンゴーも。美味しい。中にさ、春雨みたいなの入ってんねん、これ初めて。ご飯じゃないねんな、カニシリーズなんや。これ下のとろみが美味しいわ、やばいんですけど。感じ見て、プクプクプクって、そっちめっちゃ湯気出てる。これけど、あんま分かれ。プクプクプク、めっちゃわさびガン漬けにしたのかな。わさびガン漬け、めっちゃつけるってこと。めっちゃつけるで。ガン漬けて。なんかこのお花食べてみようかな。このお花。お花。
食べてみます。鼻の味します。今日なんかカニ尽くしでしたね。冷たい茶碗蒸しです。美味しそう。美味しかった。やっぱり美味しいような冷たいの。オクラ入ってるやつ、純菜も入ってる。純菜美味しい。プルプルやな。アイが作るやつじゃないな。でもやっぱこのプルプル感は蒸さなあかんやな。茶碗蒸しって名前のように。カニ入ってる。カニ、全部料理美味しい。もう味付けがめっちゃ好み。しょっぱくなく薄くなくめっちゃ美味しい。さすが河内奈々、ちょっと富田林。グラタンやってめっちゃ美味しそう。カニやねんけど、なんかこれが、どうやって食べるんや。あ、でも確かにスパイス効いてる。今カレー風味、ほんまにカレーの味する。でも美味しい、めっちゃ。じゃーん、カニご飯、カニ飯です。パカッ、こうやって食べようか。こうやって、なるほど、クスキリやからこういう麺みたいになってんのか。これデザートやで。デザート、うん、いや美味しい、いや美味しい。完食、美味しかった。ごちそうさまでした。じゃーん、今日の浴衣はこんな感じです。今日はライブです。頑張ります。ここに口内炎できてるけど、あ、トイレ。頑張ります。よー、ここに来ました。あまん、やっべ、ここはカットやで。カット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 。その笑い芸人みたいな顔。でこの何々の酒ってつく商標のお酒って日本でもやっぱり数少ないです。
で、もともと天酒っていうのは、川内長野に天野さんの金剛寺というお寺、はいはい、金剛寺で昔あのお坊さんが作ってたお酒なんですね。一番古くは鎌倉時代。金剛寺さんの方に行っていただいたらもっと割れてないきちっとしたあるんですけど、昔は備前焼きの亀を地中に埋めて、お酒を醸造してた。冷蔵庫なんて 今だったら冷蔵技術あるけどないじゃないですか。そうですよね。だから地中にああいう備前焼きの亀を埋めて、温度を一定に調節にして作ってたお酒。すごい。現在の作り方と違って、いろんな寺院作ってた時は、割と酸っぱくて腐ったようなお酒も多かったんですけども、はい、天の酒だけがすごく紅白と紅白色というか、もう蜜色みたいな感じの非常に糖度の高い甘いお酒。甘いんや。そうなんですか。日本酒道ってプラスマイナスゼロから始まって、プラスいくほど辛口で、マイナスいくほど甘口なんですね。あ、そうなんですね。天の酒はマイナス100度目指して作れてます。今現在ちょっと買って帰ろうかな。なんか古い日本酒を買いました。天の酒を買いました。デカタル、この柱についてる輪っかが、牛馬やったかな、をつないでた輪っからしいです。ここは昔からずっとある道です。関心寺に行きたいと思います。なんか自然豊かで本当に綺麗、川内長野は住みたい。今日はうわ、トンボ、トンボや、トンボや、で綺麗すぎる、綺麗綺麗。じゃあ行ってきます。するバリュー、じゃーん。強すぎる、綺麗。でも風がさ、風がめっちゃ綺麗。おお、そっかな、いけいけ、綺麗。橋が素敵、トンボがいっぱい飛んでる。これさ、わかる？あ、トンボ飛んでる。このなんかよくなんか、うわ、トンボめっちゃ飛んでる。ここ、あ、待って、トンボめっちゃ飛んでる。ちょっと待って、ここ下ろしてもっていい？ちょっと一瞬、トンボがめっちゃ飛んでんの。焼けるけどさ、この橋の上に今おんねんけど、耳横でブンブンって言ってた。綺麗、綺麗いんですけど、汗かいて、あ、気持ちいい。来るかな。あ、止まった。後ろ、テラ君見てみ、後ろ見てみ。塩辛田んぼかな。止まってます、休憩してます。あ、行っちゃった。あー、残念。じゃーん、なんかわらび餅とかあるから入って食べたいと思います。あ、もうこういうのめっちゃ好き。いいよな。ところてんもあるやん。うん、入る。お、アジサイかわいい。日本の家。
家って感じ。わらび餅を食べたいと思います。冷たいお茶いただきます。スルーバリュー、あーお茶が美味しい。やっぱ夏は汗かいてなんぼですよね。めっちゃ汗かいてるで。してるよ。タオルで拭かん。ふわほっとけ。汗かいてるからタオルで拭かんのって言ったらほっとけやって言われます。なんで汗拭くタイミングまで指示されなあかんねって言われました。どう思いますか皆さん。いいよね、それ拭きや言う垂れんでっつって言ったね。河内長野の皆さんどうですか、素晴らしくないですか。もう夏といえば河内長野に来てください。河内長野っていうか、まあ河内の長野、河内長野か、大阪もね自然いっぱいのところがあるので、ぜひこういうやっぱり歴史ある建物とかに触れられるんじゃないかなと思います。自然も多いしね。あやき好みですわ。この扇風機懐かしい、懐かしの扇風機。おそうめん来ました。いや美味しそうすぎな、怖い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 、美味しそうすぎて怖い。つゆにつけて食べるそう。美味しいやろな、椎茸めっちゃ美味しい。男に入って椎茸やったら美味しい。うん、すごい。待って、なんかきな粉めっちゃすごい斬新にかかってる。下駄ね、あの靴ずれするじゃないですか。そうするとこうやってこういう感じでね履くとね割とね大丈夫ですよ。私はねこの一番長い指あるでしょう、長い指がもうちょっと靴ずれしまって、ここでやってますけれど、またこっちも痛くなるんだろうななんて思っております。みんな真似していいですよ、かっこいい。続きまして、金剛寺に来ました。見て回りたいと思います。セミ鳴いてる、あ、おった、セミおった、ブルーセミやん。ほら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 、これスロー遅いからな。セミがいます。きれい、水がきれいからな、そもそも。はんなり日本の良き自然を皆様にお届けしております。いかがでしょうか。日本というのは古来から自然と共に歩んできた。そして春夏秋冬と、季節によって、
いろんな困難を乗り越えてき今があると言います、あると言いますじゃない、あります。水たまどないしたどないしたどないした、なんで走ってんのどないした、どないしたやっと、走っておりますけれども、はい、ここからのねアングルを撮ってお願いしてちょんまげということでですね、遠目からのアングルでお届けしております。はい、私はここにいるよ、どうか綺麗に撮ってね、枝が邪魔で顔が見えないわと言ってますね。はい、ということで後ろのねリボンもちゃんと取りなさいよって言いながらちょっと後ろ歩きちょっとすみません、ワインワインワインと、かっこいい。いや重みでパキパキ言ってますがな、いや潰す気かっていう感じですけども、ちょっとね、ここ入っていいとこなんですけどね、なんか知らないけどパキパキ言ってますので、すいません、なんか申し訳ございません。風が気持ちいい、なんかこういう昔の建物ってなんか癒されるな、匂いがいいんかな、こうやってちょっと虫に食べられているこの柱とかもいいよな、はあ、風が気持ちいい、もう結構言ってますけど、情けは人のためならず、ほんまやで、いい角度で撮ってますね、もうカメラマンですやん、カエル撮ってるんですかね、あんなところにカエルがいますね、ちょっとめっちゃ設定して、お前なかっこいいな、ああいうところ、あそこにカメラ、なんかすごい素敵やわ、お寺さんってなんかすごいいいな、ちょっと回りたいと思うんですけど、靴脱ぐ系タイプやんな、これな、靴脱ぐ系タイプです、靴脱がしてもうて、はい、ちょっと動画撮れるかわからんか、一旦ここ切ります、なんて綺麗でしょう、で待って、トンボが塩辛トンボ多いな、見えるみんな、そこの先端、これこれこれ、あー、飛んで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 回って回って回る、カワチ、ピントが合ってるのかい、合ってないのかい、どうなんだいどうなんだい、トンボのメガネは水色メガネやな、みんなが思うこと、それはただ一つ、どこ見てんねん、あ、いいじゃん、あ、いいじゃん、割と割といいじゃん、割といいじゃん、綺麗か、なんて綺麗か、あー綺麗、綺麗か、なんて綺麗いんでしょう、こんな綺麗ところでさ過ごせるなんて、本当に生きててよかったなって思いますね、感謝しかない、感謝しかないことないけど、感謝がいっぱい溢れてくる、こういう自然と触れ合うっていうのは
すごく人間にとって大事なことだなと思います。めっちゃガン見してるよ。無表情でガン見されてます。しかもすごい近い距離で。なんで？え、菊の御紋がある。え、かっこいい。ちょっと待って、行ってみよう。ここは入ったらあかんねんな。入ったか、入った。おー、すごくいい。あ、あそこの小さな扉も菊の御紋。すごい手が込んでる。ここもめっちゃおしゃれ。100人一首で出てくるダイヤ。ほら、あれ100人一首で出てくるやつじゃん。お殿様が上に乗るやつじゃん。お殿じゃないわ、偉い人が。ここも聞くやん。ここから 入って ここからこうやって、ほらわかる？言ってること。地下に眠ってただけ。天の崎、これがさっき言ったお酒屋さん、天の酒のところを教えてもらった。ここにあるよって。あ、いいじゃん。あ、ごめんなさい、ライブがあるというのに汗びちょです。もうここまで来たらもう何とでもなれですわ。今、あと金剛寺に行ってきて、金剛寺の近くにめっちゃ素敵なカフェがあったからそこに行きました。ちょっとアイスコーヒーとデザート食べたいと思います。来た。失礼します。かわいい。ありがとうございます。見てかわいすぎる。なにこれ、ひらひら。かわいい。コーヒーから呼ばれます。いただきます。うん、おいしい。次呼ばれます。キャラメルなんとかにしました。スプーンがキーや。あ、でも好きなくるみちゃん入ってる。ナッツ入ってる。うわ、最悪っぴ。いただきます。うん、苦い。おいしい。めちゃくちゃ美味しいやん。美味しすぎ。なんかパイナップルみたいな。うん、パイナップル。やっぱり身がうま。身がうまじゃない、うま。やんな。めっちゃ美味しいです。思ってる3500倍美味しい。すごい。熱いざます。キャラメル、これ食べた上のやつ。これパイナップル。めっちゃキャラメルって感じや。カラメルって感じ。ちょっと苦味があって。コメダに来ました。あ、なんか小豆入ってんねん、これ。え、いいな。やろう。で、豆乳やね。今ちょっと学校を整理しながらコメダで一休み。なんかあいつって目悪いから楽譜が見えへん時があるから、ちょっと太ペンで書き直してます。こういうのも大事やねんね。え、どこってなるから。何？おお、めっちゃこぼしたん。こんな感じで書いときます。ちょっとこれは別にとってもあれなんで。じゃあ豆乳にしました。中にあんこ入ってます。いただきます。うん、あんこ甘。でも美味しいわ。あれにしたから美味しい。紅茶。うん、紅茶ね。紅茶ゼリー。うわ、でっかコーヒーです。おいしい。
込めたの。コーヒーゼリーこんな美味しいよ。なかなか大きいです。バナナも入ってるの。コーヒーゼリーにバナナ入ってたらしいです。結局食べ過ぎ。このレモンめっちゃ硬い。思ってる3倍硬い。半日期、半日期じゃない、やば、半日期、半日期食べます。めっちゃ美味しい。歌う前は食べとかんのかな。絶対にお腹空いたらふーってなっちゃうから。バターだけ食べた。子供たちに媚び売りたいと思います。
ライブが終わって汗だくになってもうヘロヘロになったから天下一品に来ましたということで、今からこんな夜にラーメンを食べたいと思います。もう今日だけ許してー、一緒にしような。イエーイ、屋台ラーメンにしました。しかも唐揚げトッピング。チャーで愛が唐揚げトッピングしたね。愛。みんななんか公園でとか言うと思うけど。違う違う。ちゃいますちゃいます。久しぶりのラーメンなんですけど。いただきます。それから。あ、美味しい。めちゃくちゃ麺量多いで。結構多い。食べれるかな。うん。これやばい。めっちゃ美味しい。サイ&コー、サイ&コー。うわ、は卵をトッピングにしました。絶対卵いる。卵は絶対いる。ありがとうございます。餃子とラーメンといい最高です。めちゃくちゃ美味しい。炎上してますわね。この天下一品って麺長ない？麺長いよな。麺長いってどういうこと？麺が長さがあるまだずっと進むかもなんか切らんかったら、うん、唐揚げちゃんです。唐揚げも食べます。あ、無理熱すぎ。おいしい。マヨネーズついてんねんな、しかも唐揚げ。
そんな美味しかった前回見てこんな美味しかったなんこれはなそう、うん、あっさり飲んでみ美味しい、ね、超美味しいやったら、うん、あ、ちょっと甘い、ゆっくり食べたいと思います。ありがとう。